私服としてもおしゃれに着ることができるデザイン。ニット素材のスカートはシワがつきにくく、アイロンがけもいりません。制服の卸売などを手掛ける九州ワークが開いた展示会には、最新の機能を備えたオフィス向けの制服650着が並んでいます。こちらはコロナ禍を機に接客業などで需要が高まっているユニフォーム。生地表面の触媒の働きで抗菌作用が期待できるということです。ユニフォームの着用を撤廃されるというようなところも出てきてはおりますが、我々そのユニフォームとしての意味をですね、しっかりお伝えをするべく、着用した時のストレスをできるだけ緩和できるような、そういったものをご案内させてもらっております。日々進化するユニフォームに触れることができる展示会は、長崎市で明日まで開かれています。